ゆなです。ピンク、ラテ、TB 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は結構コメントとかでも質問の多かったルームツアーをしたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあ早速お部屋に入っていきたいと思います。ゆなのお部屋はピンクの扉のキュートなお部屋ではなく、このダークな扉の部屋となっております。じゃあ入っていきます。はい、じゃあ紹介していきます。じゃあまず入ってすぐ目の前のこの棚から紹介します。この上の2段で紹介しますね。このまず右の方は姫香ちゃんとお揃いのターバンとか寝る前に使うものが入っています。次にこっちはみももちゃんからもらったのとか、ゆらりちゃんからもらったのとか、タオルとハンカチが入ってますね。じゃあこの棚は以上となります。次の棚です。この次の棚は結構学校とか習い事とかをメインに入れています。この上の棚は学校の制服の胸ポケットに入れるものとか、三角定規とか学校に使うものを主に入れています。次が習い事のノートとか予定表とかイヤホンを入れています。3段目は書類とかが入っています。次にこのダーンってなってるやつは学校の教科書とか塾のテキストが入っています。次にこのガラガラ、このガラガラはガチャガチャでね撮った猫キンちゃんとかというレゴとかが入っています。結構ガラクタがメインなのかな。結構閉まるのであんまりねごちゃごちゃしてもバレないんで。はい、次ここには雑誌が入ってます。カタログとか雑誌が入ってて、これを見ながらね日々研究をしたりしています。次にこの箱なんですけど、これはファンの方からいただいたお手紙とかを保存しています。あ、これ一番上にちょっとこれゆらりちゃんのねこの写真が入ってるんですけど、こう見ただけでね、あーゆらりちゃんってなるかな、入れてます。一番上です。このね、ゆらりちゃんからサインをもらった時のペンとか、もう大事に大事に保存しております。この辺のね、なんていうの、ファンの方からいただいたあの年賀状とかお手紙とかが大切に保管しています。いつもありがとうございます。はい、ということでこの棚は以上となります。次にこの帽子とカバンです。このね、カバンはカバン紹介を見ていただければわかるんですけど、これすごい可愛くておすすめです。他にもいっぱいリュックとかこういうカバンとか入ってるんですね。次に帽子です。ピンクラテの帽子なんですけど、すごいカラフルで、このカラフルなところが好きですね。で、一番お気に入りの帽子がこのニコルンの帽子なんですけど、このオレンジのねステッチが可愛くて一目惚れで買いました。めっちゃ可愛くないですかこれ。はい、以上です。次にこの机の上です。ちょっとちっちゃいんですけど、ベッドの上の机です。まずここにはめっちゃ万能な光のライトが入ってますね。これをやりながらこの三脚でインスタライブをしたりとか、あとはメイクをしたりとかをしています。次、ここにはスキンケアとかの用品が置いてありますね。日焼け止めとか、あと乳液とかね、化粧水とかヘアオイルとかが入っています。次にこのコスメとか置いてありますね。100均か300均とかで買った鏡なんですけど、もうなんか黒色のもう可愛くて、しかも大きいからこれ1個でもう全部顔見れちゃうっていう、めっちゃグッドな商品です。ここには筆とかアイラインとかが入っています。次にここなんですけど、この箱はお姉ちゃんとお揃いで作ったもので、ちょっと私は不器用なのでお姉ちゃんがほとんど作ってくれたんですけど、これとか可愛くないですか。買ったんですけど、めっちゃ可愛くて、この取っ手になるんですよ。この中はアイシャドウとか、ここにはチークとかハイライトとか入ってて、3段目はリップがずらーっと入っております。この上もネイルとか筆とか、ちょっと整頓が苦手なので、こういう区切りのついたものを使って整頓をしています。次、ここはファンデーションとか、あとは他にもあまり使わないんですけど、アイシャドウパレットとかを置いています。これはですね、ネイルをこうやって乾かすやつなんですよ。風がボーンって出てくる、いいやつですね。じゃあこれが筆の掃除するやつで、こうやってあ、さこの筆を掃除するやつで、ユニコーンなんですよ。乾いてないですか。しかもこうやってやったら普通にめっちゃ取れるんですよ。めっちゃこれおすすめです。可愛いし取れるし最高じゃないですか。次、
この2段です。まずここにはコンタクトとかが入っています。これはサンキューマートで買ったライトですね。これはぬいぐるみなんですけども、私の愛しのぬいぐるみちゃん。ここには目薬とか装着液とかを入れています。これが匂い袋みたいな、これめっちゃいい匂いするんですよ。でこれが私の大好きな櫛です。でここめっちゃ取りやすくて、ここにずっと置いてあります。次にこれが学校とかいろんなところに持ってくポーチで、これが筆箱に入ってます。でここがあんまり使わないポーチとかお財布とかを入れてます。一番ここにはピンクラテ賞を取ったお祝いに買ってもらったやつです。何年も使ってね、ちょっと汚くなってきてるんですけど、お気に入りでずっと使ってます。はい、じゃあここに私の大好きなぬいぐるみちゃんが置いてあります。この腕時計もつけてちょっと可愛くなっております。次にここがですね、なんて言うんだろうか、このラッピングとか本とか、あとは風船とかトランプとか、なんていうの、ここもガラクタですかね。ガラクタとかは入ってて、黒だし結構深いから外から見えなくて汚いってならないのがいいと思います。めっちゃ大容量なんですよ。めっちゃぐちゃぐちゃなんですけどね、中は。やだやだ。次にこちらです。ここもう一番こだわってるところなんですけど、お部屋でこうやってかけるところを、これはねお母さんと一緒に作りました。まあ、ほとんどお母さんが作ったんですけど、すごいなんかかけるの便利だし、電車の鍵とか、あとはなんていうシュシュとか、昔使ってたスマホケースとか、ドラえもんがいますね。アリアちゃん大好きなドラえもんがおります。でこれがライトです。これ夜になったらめっちゃ映えるんですけどね、夜眠れない時とかこうやって置いて、怖いから怖いからこれを置いて光があるって安心しながら寝てます。これがアロマキャンドルです。紫かわいい。でこういう箱とかお守りとお薬が入っています。これもほんとめっちゃこだわったところです。でこれが手持ち扇風機です。そしてユナズムユナズルームとなっておりますね。こちら、これめっちゃ可愛くないですか。差し込むだけで文字ができるので、いろんなクリスマスとかできるからめっちゃいいやつです。でこの子がパンナコパンダちゃんっていうちょっと特殊な名前なんですけど、お姉ちゃんが命名しました。この可愛い子パンナコパンダです。でこれが瓶これ光ると思って電池買ったんですけど、ギュッギュッて閉めるボルトみたいななくて取れないんですよ。ちょっと探してつけます。見てつけてないの。で最後にこの子がユニーちゃんです。めっちゃモフモフです。友達からもらいました。でここが骸骨なんですけど、カラフルな。ここがお菓子入れとなっております。飴とかが入ってますね。あんまり食べないんだけど、可愛いんじゃないですか、すごく骸骨だけど。はい、次にちょっと下に、でここが癒し系と言うんですけど、入らなくなったやつとか、こういうヘアオイルとか、スキンケアの用品とかから、こういうヘッドホンとか、自撮り棒とか、いっぱい詰め込んでます。入らなかったので結構詰め込んでるって感じです。次、隣がイヤリングとか、ネックレスとかが入ってる場所です。結構これ取り出すだけだからすごい楽だし、あとすごい洋服みたいじゃないですか。これめっちゃ可愛いんですよ。後ろがネックレスとかピンになってるんですけど、この辺が結構よく使われてるのかなって感じです。こういうザラザラのはショーとかで使うので、あんまり普段は使わないです。ネックレスかけてるみたいにこの子がやっています。隣がウエストポーチなんですけど、だからあそこに入れようと思ったんだけど、結構よく使うし、ウエストポーチだからここに置いてあります。次にここがベルトなんですけど、これはよく使うものを 3,4 個置いてあります。これ一番使うやつです、お気に入りの。はい、この部屋終わりとなります。ベッドとかもね、これ枕とか布団です。はい、次ちょっと最後見したくないんですけど、クローゼットです。もうバンってなってる。これがよく着るものかな。最近は結構セットアップとかワンピースとかをねよく使ってますね。で奥にあるのが、これあんまり今のシーズン使ってないやつをこういう鎖で止めて、もうドーンって押し込んでます。ドーンって押し込んでます。はい、でここが学校のね、なんていうの、習字道具とか入ってたり、
タオルとかが入っていたり、これ夏物ね、入ってたりとか、ここに本当にちょうど彫刻刀具とかをもう入れ込んでる感じです。もうガーンと、もうこれガーンって入れ込んでる感じです。で、ここがベルトなんで、あんまり使わないけどベルトが入っています。はい。で、一応あれが時計です。これめっちゃ可愛くないですか？もう、これめっちゃ好きなんですけど、これピンなんですよ。めっちゃ可愛い、本当に。最後に、ちょっと見てほしいんですけど、見てください。これ扉に飾ってるんですけど、プティーさんからお土産でいただいたものなんです。これめっちゃ可愛くて、こうやって飾っております。よし。はい、どうだったでしょうか。みんなのルームツアー、ちょっとグーンとかバーンとかあったんですけど、皆さん参考になったところがあったらいいなと思っております。それでは、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。